自分なんて無理から自分ならできるに変わる四つのライフスキルを紹介しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはいということで普段僕はね和歌山でライフスキルの学校を運営していてこれまで一万人以上の子供と大人の生きる力を育んできました 自分らししくく輝くそんんなサポートをしてきたんですでこの YouTube でも本音でで生きることは素晴らしいいそれを全力で伝えています本音10割はちょっと難しい本音9割で生きるとやりたいことが見つかって最高の自分を表現できて生きる喜びにあふれた毎日になる生きてて嬉しいな自分って最高やな毎日最高に楽しいそんな人生になるっていうふうに僕は 思ってるんですマックスもね。でもね本音で生きるためには7つの壁があるんですよその7つの壁を乗り越えないと本音で生きることができないんですその1つの壁が自分なんて無理やっても無駄やどうせ失敗する自分にはセンスがないしという自信がない という壁なんです自分に自信がなかったら言いたいことも言えないやりたいこともやれない自分の気持ちを我慢し好きなことを犠牲にしてやらなければならないことをしてしまうだから本音で生きることが難しくなるんです今日はそれやりますあなたの自信をさらに高めるための4つの解決策を紹介しますライフスキューです はいということで普段このチャンネルではあなたが自分らしく生きるそして本音で生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介していますよかったらチャンネル登録をポチッと押してくれたら嬉しいですあとインスタツイッター音声メディアでも毎日配信してますので概要欄からご覧くださいはいということで今日はあなたの自信をグンって、えー、爆上げする4つの行動習慣を紹介するということです、えー、こちらです 1、えー、一つ目自分を認める2つ目小さな約束を守る3つ目得意にフォーカス4つ目安全基地を作る。はる、い、1つ目自分を認めるこれですよね、えー、承認欲求ってあるじゃないですか認められたいっていう気持ちこれはね誰しもが持ってる、ね、欲求でありこれをいいとか悪いとかないんですよ。 ね、これバランスなんですよねえー、っとねその承認欲求がある誰かから認められたいという気持ちがあるから毎日頑張れるし相手がどんなことを求めてるんだろうっていう相手の期待にニーズに応えようと努力するでそのニーズに応えることで感謝されるしその報酬として給料がもらえるとで社会で生きるためにはこの承認欲求って欠かせないわけなんですただねこの承認欲求が強すぎてるとえー、っとね ダメになっちゃうんですよまあいわゆるその、ね、心の中にこういう器があるとするじゃないですかこの心の器に穴が開いてたらねこう穴が開いてたらこのお茶お茶,お茶というかこのエネルギーこぼれていくわけじゃないですかどんだけ認められてもどんだけいい結果を出したとしても穴が開いてたら満たされないんですよだからまずは心の器心のコップの穴を防がないといけないんです その穴を防ぐということが自分で自分を認めるということなんです。どれだけ他人から認められても自分なんて無理や。もっと上手い人がおる。自分よりもふさわしい人がおるって思ってたら満たされないでしょだからそういう穴をね、防いでいくんですよ。塞いでいくんですよ。自分で自分を認めるということ。これめちゃくちゃ大事です。これがないと何をやっても幸せになれません。何をやっても満たされない。 喜びが溢れてこないんででですすよでどうやって自分で自分分を認めるのか簡単ですいいところを見つける <laughs>、ね。小学生にも同じこと言ってるんですけど、まあ、僕もできなかったんですいいところを見つけるって。どうしても自分の悪いところ嫌なところ欠点ばっかり見えてくるんですよ。それはね自分にはいいところがないからじゃないんですよ。悪いところしか見えないグラスをつけちゃってるんですよこうやって。 ね、真っ黒のサングラスで世の中を見たら真っ黒なんですよピンク色のサングラスをつけて世の中を見たらたとえ赤色でもピンクにしか見えないんですよこのサングラスを外すそして自分にはいいところをいいところ見つけるんだっていうそ,、ね、そのサングラスにねガチャンってねガチャンって変えるんですよでいいところを見つけるグラスもっと具体的に言えば他人と比べない自分と比べるんです 1>, 1ヶ月前の自分、3ヶ月前の自分、前回の自分と比べる。人とは比べない。人と比べて、自分のいいところと悪いところを見つけて、その次の改善点につなげるっていうところだけだったら OK やけど、人と比べて自分はダメなんだじゃないんよ。最終的に評価するポイントは自分です。過去の自分と比べてどうなのかっていうところを見て、あ、こんなところ成長したな、あんなところうまくできたなっていうところを、ちゃんと自信に変えていくということです。はい。これめちゃめちゃ大事です。あともう一つは、結果だけにフォーカスしない。 自分の準備とかプロセスとか努力とか頑張りそういうプロセスにも目を向けるということなんです結果っていうのは自分にはコントロールできないどんだけ A パフォーマンスしてどんだけ努力したとしても結果が出るかどうか分かんないんですよそれに自分にはコントロールできへんものにフォーカスしてしまったら努力しても報われないってなると努力しても無理なんだ頑張っても無理なんだっていうその無力感がね積み重なっていくんですよそうなるとねもう挑戦しないんですよ 一歩踏み出さないんですよこれ学習性無力感っていう風に言われていてその無力感がね積み重なっていくともうついには行動しなくなるんですよ行動しないじゃあ成長しない上達しないじゃあますますできることが増えていかないから、えー、この殻か,から一歩踏み出そうとしないんですよはいだからですよ自分のところの、えー、自分のいいところを見つけ,見つけてあげて自分の頑張りを褒めてあげてそして自分が頑張ったらご褒美をあげて認めてあげるそしてその自分の心の器の穴を防いでいく 塞いでいでくこれですよねこれめちゃくちゃ大事です1つ目、ね、2つ目小さな約束を守るこれね僕が一番効果があった方法ですもうついねおっきな目標を立てがちやったんですよ昔なんやろう 一番、えー、全国1位になるとか、日本一になるとかね、えー、もう絶対勝てない相手に勝つとかね、いやもちろんそうやって目標設定するのはいいんやけれども、その大きな目標やったらね、やっぱ達成できないことが多いんですよ。で、大きすぎるとね、じゃあ具体的に今何やったらいいのっていうのが見えないんですよね。見えないから行動しないんですよ。で、そうじゃなくて、期日をつけて、めっちゃちっちゃい目標を立てるんですよ。 できるだけちっちゃい。もう今日ね、まあ、今日 YouTube を配信する。もうこれ僕の中ではちっちゃいんですけど、こういうことであったりとか、朝6時に起きるとかね、もうどんなことでもいい。まずはね、自信がない方は100%、いや、120%達成できるめちゃめちゃちっさい目標を、ね、たくさん立ててください。でね、まあ、カードでもええし、こんなカードでもええし、なんやろ、付箋でもええから。 ここの付箋でもいいいからこれに書いてねその目の前の、ねまあ、コンピューターとかにパチパチ貼るんですよ。でそれを達成できたら一つ一つ、ね、破って達成できたぞーって言ってねえちゃんとご自分を認めてあげて褒めてあげてで時にはご褒美をあげるんですよ、ねはいで。そのためにご褒美リストとかも書いたりとかしてね僕もありますよ。次ね僕はなんかちょっと大ききな目標を達成できたら ヘッドホンシュアーのね、シュアーの,、ね、のマイクのね、えー、マイクのシュアーってブランドがあるんですけど、そのブランドのヘッドホンめっちゃかっこいいんですよ。4万5000円するんですよ。ちょっと高いでしょこれをね、えー、次ね、なんかちょっと大きな目標を達成できたら買うっていうに決めてるんですよ。まあ、ちっちゃな目標達成できたら寿司に行くとかね、スシローですよ。回らない寿司ですよ。そういうとこに行くとか、なんやろ、ちっちゃい目標達成できたら、えーっとえー、読書をするとかね。 あの読書をする時間を与えるとか自分にねそういうような小さな約束を毎日立てて120%達成できる小さな約束を立ててそれを達成し続ける大事なんですよその小っちゃなアクションが大きな力を生むんですよはいあのドミノの法則っていうのがあってなんか昔こんなねあの実験があったんですよ、まあ、5センチのねドミノ小っちゃいドミノあるじゃないですかでドミノっていうのはね、えー、と自分よりも1.5倍大きなドミノを倒せるみたいなんですよでそれをね えまず5センチのドミノじゃあ次もう,う1.5倍のドミノもう1.5倍のドミノっていうふうにねこう並べていって倒していったんですよじゃあね確か37回。 37個目のドミノがね世界一高いエベレストの山と同じ高さになったんですよ。それよりもね確か百9 0 0ル高いドミノになったんですよ。はじめは5センチですよ。5センチのドミノだけどそれよりも1.5倍大きいドミノを倒しそれよりも1.5倍大きいドミノを倒しっていうのを繰り返し37回やったら。 エベレスト、世界一位まで到達できたんですよ。最初は5センチですよ。最初は小っちゃくていいんです。最初は5センチでもいい。まずは目の前の小っちゃなドミノを倒すことにフォーカスする。それを倒したら次はもうちょっとだけ大きいドミノを倒すことにフォーカスする。それを繰り返していくことで成長でき、そして大きな夢を実現する。僕はそう思ってます。 はい、え3つ目、えー、得意にフォーカス、はい、もちろんね苦手なことを直す弱点を改善する大事なんですよでもついついね日本人はもう僕もそうやったんですけど自分のダメなところ欠点とかね苦手なところにフォーカスしがちなんですよ目を,目を向けがちなんですよ、はい、もちろんそれ大事なんですけども特に自分に自信がない時は自分の得意なことから、えー、突破する方がやりやすいです、はい、自分の得意なこととか好きなことやりたいことやったらエネルギーが自然 に湧いいてくるじゃないですか無理してやらないといけないじゃなくて自然にねやってるんですよはい自然にやってるからどれだけやってもストレスなくて苦痛がなくてそして上達していく上達していくからそのできたっていう達成感を味わえるんですよねそのできたっていう達成感が自信につながるんですよねマックスうんはいそうなんですよだから そうやって、えー、やろ得意なことにフォーカスしてその得意なことから突破するってことすっごい大事ですよね。はい4つ目安全基地を作るこれは欠かせませまんこれだけは欠かせません。 はいえー、っと安全基地っていうのは自分のそのままを受け入れてくれる存在です自分のいいところも悪いところも背伸びしてない自分もうすっぴんの自分ですよすっぽんぽんの自分丸裸の自分をそのまま受け止めてくれる受け入れてくれる人であったり場所そういう場所を一つでもいいから見つけましょうということなんです、はい、その安全基地があるから挑戦できるんですよ新しいことに挑戦できる一歩踏み出せるんですよだってそこで失敗してもね 帰るる場所があるから、ね、そこで失敗したら帰る場所がない居場所がなくなると思ってたら挑戦できない行動できないんですよ、はい、だからそういう人であったり、えー、場所っていうの一つでもいいお気に入りのカフェでもいいし、えー、と家族でもいいんですよ友達一人でもいいから、ね、ちょっとそのままの自分を受け入れてくれるそういう存在を見つけるそのためにはねまず自分自身がそのままのあなたを 相手を認めててあげるっすすごい大事ですねそのままの存在を認めてあげることでそういう場所っていうのが増えていくと思いますはいということで今日はね、えー、自分に自信がないっていう時の4つの対処法4つのライフスキルを紹介しました、えー、1つ目自分をを認める自分の心のの心コップの穴を塞ぐとということです自分で自分を褒めていいところを見つけて自分を満たしていくということこれ大事 2つ目え、小さな約束を守る。もうちっちゃなドミノでいいんですよ。そのドミノを,ドミノを、ね、倒す。そこだけにフォーカスする。そしてそうすることで大きな力を生み出す。 はい、3つ目、得意にフォーカスする自分のやりたいこと好きなことにフォーカスしてそこでできたという達成感をたくさん味わいましょう、はい、4つ目、えー、安全基地を作る何があっても受け入れてくれる受け止めてくれるという人であったり場所それを見つける、はいえー、っとそして、この YouTube そして僕はそういう場所になりたいと思うんですよ。 あなたがね何をやってもどんな失敗をしてもどんな欠点があったとしても僕はあなたを認めてあげるし、えー、あなたを受け入れてあげる受け止めてあげるそんな場所にそんな人間になりたいなと思ってます。はい えー、以上です、えー、ちょっとでもね、参考になったなとか、勉強になったなとかね、おかっち頑張れってね、ちょっと応援してもらえる気持ちがあったら、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。えー、普段このチャンネルでは、自分らしく生きる、そして本音で生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介しています。えー、よかったらチャンネル登録をポチッと押してくれて、おかっちとね、つながってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。はいじ エンドそれではワンダフルな一日を過ごしてください。バイバーイ